もう一回、閣僚会合を開けば、決着ができるではないかというふうに思っております。8月末までに会合を持とうというのが、共通認識だというふうに理解をいたしております。甘利大臣は、今回合意できなかった背景について、ある特定の国が複数の国と交渉がまとまらなかったと、乳製品の輸出などをめぐり強硬姿勢を崩さなかったニュージーランドを間接的に批判しました。また次の会合で大筋合意することに自信を示しました。